皆さんごきげんよう、シルリンです。キラキラ。あ、手をつけないと。皆さんごきげんよう、シルリンです。キラキラ。本日はですね、出かけるよっていう。はい。はい。そのためのメイク。語彙力はどこへっていう感じなんですけど。今日は、春のグレーピンクメイクみたいな感じでやっていきたいと思います。ちょっとね、ドール感も残しつつやっていくので、よかったら最後まで見てってください。よろしくね。まず、カラコンなんですけど、中レンズのクリームグレイっていう色ですね。こんな感じのね、結構なんかクリームっぽい、ベージュっぽい感じでもあるんだけど、縁がね、ぼんやりついてるので、抜け感はあるんだけど、シュルン系。めっちゃ良くない？はい、両方つけるとこんな感じですね。めっちゃ可愛くない？ほんならベースからやっていきますね。最近、毎日メイクの時、普段やらないようなちょっと濃いめのメイクをするときは、このシーグラムのファンデーション使ってるんですけど、最近、使ってる毎日メイク。発音大丈夫かねって、日本人何年目ですかって感じなんですけど。外に出るときに使うのは、このティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンスってやつを使ってて、これをね、ワンプッシュいかないぐらい。これはなんか、めちゃめちゃ、肌にね、ツヤと光沢感、一緒だよね。うん。なんか肌にすごい水分がある人に見えるし、トーンアップしてくれるし、保湿力もあるし、みたいな感じです。え、わかる？このツヤ。シーンのスポンジを使って、ムラを整えます。で、この顎下も塗ってあげてください。そしたら、ティルティルのクッションファンデーション。マスクフィットオールカバークッション 21N のアイボリーを使います。これをワンプッシュして、ここでね、量を調節して塗ってきます。ほら、すごくない？このカバー力、程よくカバーしてくれてツヤも残してくれるんですよ。私はこの後お粉塗っちゃうので、あんまツヤは関係ないんですけど、シーグラムのリキッドチークオレンジで青みがね、出るところを隠していきますね。まあ、うち男やけん、隠さないとやっていけへんねんな。そしたら明るめのコンシーラーでハイライトになるところにのせていきます。はい、こんな感じでファンデまでが終了したので、シャコットのフィニッシングパウダーマットクリアを使っていきますね。今日も共同で行きまっとー。すごくない？この陶器肌。そしたら眉毛を描いていくんですけど、眉毛は100均のアイブロウペンシルで、まず形をね、整えていきます。でも、うちは基本的に外出するとき、コンセプトメイクじゃないときは、コンセプトメイクのときも割とそうなんですけど、平行気味。で、ちょい垂れですね。そしたら、眉頭をぼかす。そしたら、アイブロウパウダーの、うちは薄い色を使って、眉尻の方から整えていきます。こんな感じで。んで、できたら、ちょっと細かい修正部分をコンシーラーで直していきます。めっちゃいいよ。いい加減にして。お気持ちよくなってんねん。ねえ、やめて！変態。そうやほんなら、アイメイクに移っていくんですけど、フーカルーは15色アイシャドウパレットのシャープ7東京ですね。これめっちゃよく、めっちゃ春色なの。一回見て。こんな感じでね、もうすごい可愛いの。この珍しい、このくすみのパープルっぽいグレーがもうめっちゃ可愛くって、塗っていきますね。会えない日には部屋中に飾りましょう。あなたを思いながら。まず、ここのピンク。二重幅あたりから伸ばして上に広げていきます。くるくるさせながらね。で、同じ色を下まぶたにもね、ちょっと広範囲で塗ってあげたら、次のカラーいきます。次に、ここのね、ピンクっぽい紫を取ってあげて、目尻側から締めるように塗ってあげます。目尻側にね、影を置くことで、こう目に立体感が出て、すごい綺麗なね、眼球？綺麗な眼球っぽく見えて、なんか彫りが深い人に見えるので、すごいおすすめです。
目に奥行きが出るからすごい大きく見えるの、目が。ブラシをこういう丸い感じのやつに持ち替えて、同じ色を下まぶたにも塗っていきます。でこれはちょっとね、幅広めでも大丈夫。うちとにかく中顔面がすごい長く感じるから、自分で それをねちょっと解消するために、下まぶたはね結構重めに入れていきます。塗れたらこのブラシのまま、ここのね、もう大本命、今日の主役、このグレーっぽい紫を取って、これ見ててマジやばいから、見ててね。ねえ、わかる？見てこのさ、このわかる？この絶妙なこのめっちゃ可愛くない？んで、余ったやつを下まぶたにも乗せていきます。そしたら先に下まぶたを下まぶたをファークファーク涙袋描いていくんですけど、ちょっと、うちはこういうので描くけど、みんなはセザンヌの描く二重ライナーとかで描いても大丈夫。うちはお人形感が欲しくて、涙袋バカーンってしたいので、キャンメイクのクリーミータッチライナーのバーガンディー色を使って強引に涙袋を作っていきますね。一番下に下がってほしい部分にめっちゃ濃く入れるの、一回こんな感じで描けたら、細いブラシでぼかしていくの。そうすると見て、すごくない？涙袋、綿棒でちょっと軽くスライドさせてぼかすと、まあすごい涙袋になっちゃうんだから。こんな感じでできたら、ちょっとあの K-POP 感も欲しい欲張りハッピーセットなお化粧なので私、はい、こちらのね、キレイ&コーのグリッターライナーを使って、これを目の縁にね、この下まぶたの目の縁に乗せます。ね、やばくない？これがめっちゃ可愛いのよ。そしたらアイライナーを描いていくんだけど、うち普段動画とかリキッド使うこと多いんですよ。はい。でも、あの実物で会った時にリキッドだとすごい目の迫力がね、前にボンってきちゃうの。うわ、びっくりしたみたいな。ガオガオっていう目になっちゃうので、それは N なんですよ。はいはい。なので、キャンメイクのクリーミータッチライナーの今度はダークブラウンを使って、まあ、せめてもペンシルで自重していこうかなって。じとかで。怖い、シリが勝手に反応した。やめて。ちょっと今日は、跳ね気味にしたいので、目の形に沿いたいので今日は。で、うちは結構ね、アイラインはいつも長めで撮ってます。で、石灰ラインを描いていきます。ちょっと非公開だよ。N ですいません。そしたらちょっと今日は、もう透明感欲しいので、このティルティルのアイドレスシャドウを使うんですけど、もう爪がさ、長すぎて全然開かないの。あ、いた。ここを塗りますね。これ指にとって、もうやばくないこれ。目の上に塗ります。これめっちゃね、紫で超透明感が出るので、これでちょっと今日、オンナを上げていきたいと思いますね。こんな感じです。え、マスカラめっちゃ迷う。でもさ、みんなに紹介したいのね、うちこのベージュの良さを。でも使っちゃう。これめっちゃいいです。ファシオのね、マスカラなんですけど。めっちゃ可愛いの。ちょっと見てて。で、待って待って。ビューラーちゃん忘れてたよーん。気を取り直して塗ります。これちょっと発色よくしたいので、うちは上から塗って、下から持ち上げるイメージで塗ります。え、わかる？このさ、でもわかります？このドール感。えぐいでしょ？これがね、すこぶる可愛いの。これのすごいところが、二度塗り目が最強なの。見て見て見て。わかる？このなんかもう、つけまレベルの束感。もう、やばくない？見て！で、まぁ、ちょっとね、シェーディングの過程を取り忘れちゃったんですけど、まぁ、こんな感じでシェーディングまで終わったので、あとはチークとリップなんです。はい。これ、シーグラムスイートチークスブルーシュトリオってやつ。今日はちょっと、一番下のね、青みがかったピンクをブラシに取ります。頬骨の下に沿って入れつつ、下にね、下ろしていくの。そうすると、なんかちょっとバブみが深いお顔になるのね。ちょっとチーク濃すぎたかもしれないんですけど。もうリップは最近乾燥はすごいの。プリマーこのイブサンローランのリップ。ちょっと保湿？もう高級な女。できたら、このフラワーノーズのキングスエンジェルのリップ。と、まぁ、こんな感じですね。あ、ハイライト忘れてた。やばいやばい、危ない。バリッバリなんだけど、AZTK の N&D パールハイライト01番。鼻筋？鼻だけ。
ちょっと気分で鼻隠したくなったので、ちょっと鼻隠します。こんな感じでメイクが完成です。めっちゃ良くない？この程よいお人形感。ちょっと着替えてくるので少々お待ちください。はい、とまあこんな感じで服も着替えてきて準備完了って感じですね。どうですか？目めっちゃ大きく見えるし、下に重心が下がってるので、めちゃめちゃ女の子顔で、なんか何て言うんだろうな、程よいドール感も残しつつ、春のメイクも取り入れつつみたいな感じで、ぜひ参考にしてみてね。ということで以上、シリリンでした。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。